皆さんこんにちは、パリダカードライバーの、三橋純です。実は僕も昔、大昔のランクルですね、40というちょっとすごい可愛らしいクラシカルな車に一度乗ったことがありまして、まあ、そのスタイルにすごくそっくりな車が今その21世紀のですね現代になんか蘇ったっていう感じがですねすごくしたんで、ちょっとすごく興味があった車なんですけども、で僕の、やっているそのパリダカという競技はですね、どちらかというと同じオフロードでもですね、スピード系 の, そのハイスピードな戦いをするオフロード、で国内でいうそのいわゆる黒缶四駆ですねというのはですね、そのモーグル、まあ、デコボコですね、デコボコ路面だったり岩を乗り越えたりですね、悪路をこう走るための車と僕らのやっている競技とちょっと違うんですけども、で、やっぱりそのなんていうんですかね、未知なるその、土地ですね、その未開の地をこう走り抜けるという競技ですから、やっぱ車にはですね耐久性をすごく重視される、競技であります。ですから、まあ、僕らが今、走っている車はですね一応市販部門と言われてまして、まあ、皆さんが普段乗っている、市販の車をベースに、走ってはいるんですけども、すごくこうなんせ悪路で9000キロも走るわけですから、まあ、いい耐久実験に、なるなと思いますし、まあ、僕らも、まあ、逆に言うと、まあ、耐久実験ドライバーとして、まあ、働かされているという感じもあることはあるんですけども、でもおかげでそういったそのノウハウがですね皆さんの車にも、乗っかっているという感じではあるというのを少しちょっと、小耳に挟んでいただければなと思います。FJ クルーザーはですね操る人の楽しみと操る楽しみっていうのを一つコンセプトを持ってまして、 FJ は通常は二輪走行のパートタイム 4WD を採用しています。でお客様が自分でトランスファーレバーを操作して2駆から4駆に切り替えると、で自分で操作するんだぞと、それからA トラックアクティブトラクションコントロールっていうものを採用してるんですけども、プラドは、L4 レンジに入れますと自動的にそのアクティブトラクションコントロールがスイッチが入ります。ところがこの FJ クルーザーはあえて A トラックスイッチというのを作りまして、お客様が自分で操作して自分で入れたり入れなかったり、まあ、デフロックもそうなんですけども、自分で操作走行状況を考えて自分のスキルに合わせて、でその自分で操作していくと、これが今のオートメーション化された車ともう全く異なる部分で、これが FJ クルーザーの特徴です。で僕らの今使っている車はですね、まあ、市販車を使っているということなんですけども、やはりその強いオフロードっていうので一番重要視されるのは、そのフレームにそのラダーフレームというですね専用の板状のものすごくごついフレームが使われている車がやっぱりベースとしてはすごく強いということになってます。それはなぜかと言いますと、やはりその 今の車のほとんどはモノコックと言いまして、そのボディ全体が箱型になる形でその強度をこう分散して強度を出すような形になってはいるんですけども、オフロードはですね女性からと言いますと局部局部に強度を強く見なきゃいけないわけですね。例えばサスペンションにものすごく強度が必要になったりしますよね。石とかギャップとかを乗り越えた時にものすごく衝撃がきます。そういった時に受け止めるためのベースがどうしても、車には必要になってきますので、その時にやっぱりそのフレーム専用のフレームを積んでるっていう車はやっぱり強いです。でこの FJ クルーザーも、そのラダーフレームですねを積んでます。見た目的にはちょっとなんちゃってって感じはしますけども、いやフレームを積んでるってことは結構オフロードでドッカンガッシャンやっても耐えれるのかなとちょっと期待は上がるわけですよね。今から、この FJ クルーザーのですねオンロードとオフロード の性能ですねを実際に運転して、体感したいと思います。では行ってみます。トルク型、もう本当にその四駆らしいトルク型の、車の乗り味です。